皆さん、どうもこんにちはこんばんは、おばんですー。今回のモッド紹介も、前回に続き電脳幻想郷で導入しているモッドを紹介していくよー。今回紹介するのは、リトルブロックモッドです。このモッドは、簡単に説明すると超小さいブロックが設置できるようになるモッドです。早速紹介していきましょう。まず、ミニブロックを設置するには、この杖が必要です。ラピスラズリに、鉄1、イカスミ4、金塊1、羊毛1で完成です。そして、キーボードの大きいデモード変更ができます。小さいブロックを設置するにはプライスモードにしてください。そして、ブロックに右クリックします。すると、マスが小さくなります。こんなに小さいです。これくらいの差があります。そして、マスの大きさを戻すときは、デストロイモードにして右クリしてください。次に、いろいろな検証をしていきます。本来ならこんなに場所を取るエンチャ台が、こんなコンパクトに。でも、周りの本棚は認識せず3レベまでのエンチャしかできません。これじゃあまり意味がありませんね。次に、ドアなどが使えるかを検証していきます。音はないですが、開閉できます。チェストも、しっかり物を入れておけます。作業台もしっかりクラフトできます。かまども普通に使えますね。そして、ミニディスペンサーに矢を入れて放つとどうなるのか実験したいと思います。あ、普通の大きさの矢が出ましたね。音符ブロックはしっかり音が鳴ります。ボタンも押せます。でも、感圧板は押せません。ホッパーも、ちゃんとアイテムを輸送してくれます。リピーターも遅延が調節できますね。松明は光源になるのでしょうか。一応光ってますが、光源にはなってないですね。水や溶岩も小さくできます。ただ、少し残念なのが、ミニピストンを使うとバグるとこです。
このように、描画がバグり、正しくピストンが動作しているのかわかりません。次に、トロッコは出せるか試します。あ、普通のサイズになりますね。このモッドは、他のモッドにも対応していて、このように、前回紹介した家具モッドのブロックなどもミニバージョンが設置可能です。かわいいですね。パソコンは使えないっぽいです。シャワーも使えます。さて、TNT はどうなるのでしょう。炎まで小さくなります。あ、やっぱり普通のになった。植木鉢はどうなるのでしょう。うお、ちっちゃい。頭も置けますね。クモの巣は引っかからないです。はしごはどうなるんでしょう？登れる。ジュークボックスは再生できないっぽいです。回路系はしっかり動作するのでしょうか。さすがにこれは大丈夫。クロック回路も大丈夫。工作はできるのかな？あ、ダメだ。ミニハウスを作ってみました。
今回は、この辺にしておきます。コメントくれる方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。まだの方も、こちらの僕の顔をクリックして、チャンネル登録お願いします。ご視聴、ありがとうございました。したっけねー。またねー。